ラストスライムマッチをしたかったんだけど、うん、でゼノ火玉、なんかゼノってキャラがね、前回俺多分カットしたと思うんだけど、ちょっと出てた気がするんだよな。でこいつらとは戦いたくなくて、スライムを一方的に倒したい。あ、ゼラチナスマターに見えた。ゼラチナスマターっていうのか、どういう意味なのかわからんのだけれども、まあ多分ボスだろこいつ。一番強い技で攻めさせてもらうぜ。でこいつ剣使いか。でこいつが弓使いだからこれで OK。 ダメージは普通に入るな。で電気タイプ、見た目の割にワンパンされてしまった。まあ、強撃が外れなければとりあえずどうにかなる。でうまいこと次のターンもあの死んでるやつに、ああ何、自動回復持ってんの、あの死んでるやつにずっと攻撃をし続けてくれれば助かるんだけど。てか今ファイアボールのダメージどんなもんだった。もうあいつが死んだことでそれでもう動揺してしまったんだが、一列攻撃する技なのかあれ。この戦闘体系あまり良くなかったかもしれん。もう一発食らったら死んじゃうじゃん。いやこのターンじゃ倒せないよな。で自動再生の機能も持ってて、いやこの3人並んでる列に来るのは困るな。あ、来やがった。でもダメージ分散されてないか。ダメージがなんとなく分散されてる気がする。うまくもしこのターンで倒せればどうにかなるけど、くたばってしまったらちょっとあれだな、隊列変えなきゃダメだな。あとあの剣士がどれだけやってくれるか。あーもうこれ無理だな。再生の方が回復量が多いからこれでくたばるだろう。ちょっとやり直すわ。戦闘体系変えてやり直そう。さあ縦一列にしたからこれで全員が同時に死ぬっていうことはなくなったから多少はやりやすくなったはず。でファイアボールのダメージが俺相変わらずいくらぐらい入ってたか見てなかったんだけど、50ぐらいだっけこれ。あ105、まあまあ入るな。いいぞ、強撃も外れることなく入ってる。で今回なんかみんなあれだね、足早いね。あ来た、オッケーオッケー、一発ならあいつも耐えれるな。でこの2本打ちのやつがさっき攻撃する間もなく死んでしまったから、まあでも攻撃力低いな。一番攻撃力の低いキャラクターに集中的に攻撃が来てくれると助かるんだけど、もう今度お前が一番か。68だもんな。敵の回復量の方が多いから戦い方がねちょっとしんどいよね。もう攻撃あるのみだ。下手に回復してたら逆になんか時間が、ターンがもったいない。いやでも強撃使えるこいつが死ぬと困るんだよな。かといって回復アイテム使ってるターンに敵に先手取られてダメージ食らってそのまま死ぬっていうのも避けたい事象なんだけれども、今回まだ全員生きてるんだから全員ご存命のうちにどうにか。おおいいね、ダメージが分散してる。なんかあいつ硬いな、65しかダメージ食らわないのか今の魔法で。おお、オッケーオッケーオッケー、いいね、作戦勝ち。118技術で、これでもいずれ今のゼラチナマスターだっけ、そいつも、あオッケーオッケー、いなくなってる。今のあいつも普通の雑魚キャラとして出てきそうだよね。敵いんのかよお前。いやいや、かわせない。あー初めて見る敵出てきたわ、バルキリー。普通あれだろう、ベートーベンみたいな感じでよ、なんかウに点々つけてよバルキリーってやるじゃん。ハヒフヘホに点つけてバルキリーって書いてるのはあんまり見ないよね。あーてかもうインペリアルなんとかだっけ、インペリアルクロスに戻してやってもいいよね。いやあんまり技も使いたくないんだよな。ここがどれだけ深いのかが分かんないけれども、もうこっちはある程度
と実も使い果たしてるから、できることならそんなに戦いたくないんだよね。ああ痛えな、ダメージが痛え。でサンタクロースフィーズみたいな攻撃234食らっても死なないからな、頑丈になったもんだよ。このターンであの上にいるバルキリーっていう、なんかバルキリーの持ってる剣やたら短くねえか、なんか警察官の持ってる実手だっけ、それと同じぐらいの長さしかねえじゃん。で長弓、いやこれくたばったかな、 あいつくたばったね。まあしゃあない、もうある程度もう味方は死んで LP0 になったら補充するっていうやり方の、やり方がなんかその一般的なんだろうな。むしろ第一章で、あれが第一章っていう風に呼んでいいのか分かんないけど、1000年とか1001年の時代が第一章だとしたら、あの第一章の時の LP が誰もゼロにならずにその章をクリアするっていう、そっちの方が珍しいのかもしれない。まあ、全員捨て駒として機能するような感じのゲームなんだろう、このロマサガ2は。で、エルダーボ使うか。エルダーボ使ってもダメージ入んなさそうだけど。いや敵がマジでえぐいよな、サイクロンスクイズ。OKOK、死んでるやつに来る分には問題なし。このターンで倒せるかな。ダメージこんなもんか。なぎ払いって俺使ったことないんだけど、強いのか。PP がどれぐらいなのか。PP の消費がゼロだったら、もうガンガン使うんだけど、おお、オッケーオッケー、ようやく倒した。技術点やっぱ美味しいね。これ何？他のキャラ2人死んでるから、なのか、分散されてるのかどうかもわからんけれども、ニーベルの指輪を手に入れた。指輪って何？装備品？え、なんか防御めっちゃ上がるんだけど、ま、ダブレット、いやそんなに上がってないじゃん。え、どういうことだ？なんか今すごい上がってなかった？大盾が10でしょ、1でしょ、8でしょ。いや違う違う、下がったのか、もしかして。これ装備したら23になるってことか。プロテクトスーツ、あと俺こんなにプロテクトスーツ持ったっけ。いやこいつは装備できない。あ、こいつもプロテクトスーツは装備できないのか。ルイっていうこいつをプロテクトスーツは装備できない。うんうん、なんか順番入れ替えちゃった。いや、3つも持ってんのにこいつしか装備できないのか。いや、それはしんどいな。ちょっと一回セーブして、他のキャラの LP、LP 今いくつだ。いや、こんな勝利のファンファーレ流れてる状況からさ、ちょっと待って、戦闘陣形変えるか。インペリアルにして、こいつが一番死んでないから、こいつを盾にしよう。で、この戦い方でやっていくぞ。なるべく戦わずに逃げたい。もう謎のファンファーレが鳴り響いてやがるよ。こっち側にも宝箱はなかった。ちょ、戻らせてくれ。お前らとは戦うつもりはないんだ。で、こっち。あ、こっちも宝箱は何もない。あ、これ挟まれたら。もう百鬼夜行だよな、完全にな。宝箱はしっかり回収して、お金、美味しいのか美味しくないのかよくわかんない金額。まあ、たまには戦うか。たまには戦おう。あんまり強くなさそうな、やからが出てきた時だけ戦うことにして、待って、なぎ払い。なぎ払いって俺使ったことないんだけど、何、どういう技なの？まあ、あの、金髪のルイだっけ？ルイが身代わりになってくれれば、ある程度は大丈夫なんだけど、でもなんとなく弓使いを先頭にするべきではないような気もするんだよな。なんか、OTL みたいなポーズになってるけどよ。このゾンビとかは
第1章の時点でも戦ってるキャラだから、なんか顔なじみ感あるけど、あの火の魂は多分戦ったことないよね。待ってな、これ投げ払いの効果あんまり見てなかった。普通にダメージ入ってたか。オッケーオッケー。でルイが一回とりあえず死んで、こいつを身代わりにして、よし、いいぞいいぞ。他のキャラがとりあえず生きてるってことが大事だから、 LP がまだ2桁あったから、今のうちにちょっと身代わりとして、身代わりとしての仕事をしっかりと引き受けてほしい。てか、なぎ払いって攻撃してたか、いまいちその戦闘の展開が分かりづらいゲームだからな、この論末が。ああ、なぎ払い普通に攻撃して、攻撃プラススタンっていう効果か。で、消費 PP がゼロだから、まあ、優秀っちゃ優秀か。まあ、こっちが先手取れなければ、あんまり効果が薄いのかもしれないけど、足がな、そこまで速くないだろ、この C レーってやつ。ああ、そうだ、俺今日なんか飲み物でコーラ飲もうと思ってたんだけど、コーラ入れるのを忘れてしまった。口の中がパサパサしてやがる。で、105技術点。ああ、ちょっと並走したくないんだよな。OK、うまく巻いて。あ、ここにもこいつらいんのか。あ、なんか親玉みたいなやついるじゃん。なんかボスは我々が倒すみたいなこと言ってたやついたでしょ、あの格闘家。格闘家の親玉みたいなやついたと思うんだけど、あいつ出てきてないよね。敵前逃亡してんのか何なのか分かんないけど、姿を現してないよな。今のガーゴイルの親玉みたいなやつが奥に陣取ってたけどよ、あいつここのボスだろ。おお、毒食らった。あ、てか、真ん中の主人公もいつの間にかどっかだったじゃん。全然気づかなかった。で、なぎ払い。今更なぎ払っても、もう多分敵行動した後だから、遅いと思うんだけど。この風船に入ってるキャラはあんまり強くないよな。第一章でも、赤っぽい色のシャボン玉に入ってるやついたけど、そいつも大した強さじゃなかったから、今回の第2章で出てきてるこいつも OKOK、 予想通りそこまで強くないで、多分ボスだと思うからとつるぞ。さあ誰だ。え、無理じゃねえ。いや、ガーゴイル3体って無理じゃねえか。これ一回あれかな、格闘家の巣みたいなところに行って、格闘家の巣に行って格闘家を仲間にした状態でもう一回ここに来いみたいなさ、そういう感じだったのかな、もしかしたら。こうやって状態異常とかしてくるし、他の攻撃もえげつないだろう。157、えげつねえ攻撃だ。あれやればよかったか。あの、風車、こいつを、ジェイソンを先頭にして、風車を使ってやってれば、うまいこと、戦えてたのかな。割と通常攻撃してくるような。おお、雷の全体攻撃も使ってくるのか。えげつねえな、こいつら。いや、これ、無理じゃないか。いけんのかね。なぎ払いでもゼロダメージだったから、いや多分だけど、このメンバーで戦うべきじゃないのかもしれない。一旦その格闘家の巣に行って、あの格闘家にあのゼリーみたいなブヨブヨしたやつ倒したよっていうことを報告してから、またここに来ればイベントが何かしら起きるんじゃないかなと思う。ということでやり直そう。ああ、ようやく脱出できた。これもう敵はいないだろ、こっち側は。多分ここまでその何、スライムの親玉を倒したらやっぱ予定通りちゃんと戻るべきだったんだろうな。
で脱出して、いや結構その取り囲まれたせいで4回ぐらいリセットをかけて やり直したんだけど、セリフ変わったりしてるかこいつら、ね、邪魔せんでくれ。やっぱただの平社員とかだろうから、あいつはあんまりその指令みたいの知らないんだろうな。 このジェシカがここのボスに、協力してるっていうの知らないから、割と邪険にした態度を取ってたんだろうな。よくやってくれた、よし出撃だ。行儀が悪いな。俺もここ飛び越えたいんだけどダメか。あのどっかの国のクソガキいたじゃん、あのクソガキのところも部屋の窓からなんか裏庭の畑みたいなところからさ、その窓のところに下から上に向かって窓に入った場所あったじゃん、ああいう感じで行けんのかなみたいに思ったけど無理っぽいな。で一度ここから脱出して階段を正面から登らないといけない、もうめんどくさいしよう。でこれでここはもうおさらばだ。で格闘家の穴からまたモンスターの穴に移動して、敵はやっぱいなくなってるな。あそこまではじゃあいないんだ。で無理に特攻かける必要全くなかったな、やらかしたわ。むしろその格闘家たちの協力なしで、まあ、うまいやり方でやればいけたのかな。モンスターいる？あれ？モンスターいなくなってない？あの格闘家たちがモンスターを倒してくれたってことなのか。まあそうなった後の方が探索楽だよね。もう宝箱はもう全部回収しちゃってるし、誰かいるのかな。え、おい、いたいたいた。おボコボコにしてんじゃん。おうおうおう、やったぞ。おい、いやほんと強えなこいつら。お前パーティーに入んねえか。ちょっとザコキャラ何人かいるから、そのザコとお前をちょっとトレードしたいんだけど、ちょっとうちのパーティーになってくんないかな。このイベントのたまけだ、これからも警告に協力しましょう。協力するんだったら何、仲間になってくれんのか。ちょっとお前仲間になってくんねえかな。セリフ同じセリフしか言わんだ。まあいいや、ここのイベントはこれで終わったってことか。また勝利のファンファーレが心地いいよね。でも逆にもう次どこ行ったらいいか分かんなくなっちまってるからな。また街の探索が中心になるのか。ここのクエストは終わらせてしまったからな。あの三兄弟の王族のところに行くか、あ、ちょっと待って、ニーブレで話聞くか。なんか変わってるかな、あの居酒屋で相談してきたやつらいたじゃん。お前らどうだ、え、アバロンをいて帝国兵になろうかな。おお、ちょっとセリフ変わってんな。これで何、軍事国家としてアバロンがどんどん強化されていくみたいな。格闘家無敵、いや本当な、強いわ。ガーオーレス3体とあの星型のやつ倒してくれたからな。この町から南に行くとティファールという村がある。とっても取れそうな村だな。強い武器防具売ってるんだったら早くティファールに行きたいんだけれども、行けんの。あ、ルドンへって書いてる。あ、なんか新しい道開かれてるじゃん。これ、あ、ティファールってこれだ。他なんか行けそうになってるところは今んところないか。はい、じゃあ新しい村の開拓だ、ティファール。おお、なんかちょっと地味な村だな。でも宿屋と酒場同じなの、同じ店なの。まあ泊まるわ。ここはベッドが複数あるからジェシカと他のキャラは分けて寝てられるな。で一応セーブしておいて、なんか佐川っぽいね奥の部屋。あ、これこんな間取りだったんだ。ベッド2個しかないってことはジェシカが左の方のベッドで寝て、他の4人はあのベッド1つのベッドで仲良く寝てたんだろうな。で宿屋と酒場が併設されてるわ。カンコドリが鳴いてんな。あ、こっちから微妙に道あるじゃん。宝石鉱山は呪われとるよ。これフラグだろ。正面から話しかけたら普通にお客さんとお店の人の関係だけど、横から話しかけたら、まあ、冒険のヒントを教えてくれる、そういう
キャラなんだろうな。宝石鉱山からはまだまだ宝石が取れるぞ。だがモンスターだらけだ。今行くべきなのかな。宝石を手に入れてお金まみれにして軍事力を高めるみたいな。お前何、寒いのか、そんな暖炉の前で陣取ってよ。宝石鉱山からモンスターがいなくなれば息子たちも帰ってきてくれるだろうに。はあ、孫の顔が見たい。別に見なくてもいいだろう。なんか今の時代あれだろう、まあ、スマホのあれだろう、テレビカメラみたいなやつで通話できるだろう。昔は宝石目当てのろくでもない連中がたくさんいたのよ。いや今もそうだと思うけどな。お前は？こっそり鉱山行ってみたんだ。宝石だと思って手に取ったら罠だったんだよ。死ぬかと思った。なんかそういう罠があるのか。ミミック的な感じの罠があると。で宝石鉱山が栄えちょった頃はこの村も活気に満ちとった。あ、こっちから行けないんだ。フェイクじゃねえかよ。であと入ってないのはこの家だけかな。あ、武器防具のお店かなと思って入ったら売るものがないと。悲しいな。こいつの頭の上にある剣の写真が哀愁を漂わせてるな。んーで、こっち側はない。なんかある？なんか隙間があって行けるとかでもない。じゃあここは用はねえな。で、宝石鉱山出てるねー。いや、なんかでも強そうだよね。これ何？ちょっとびっくりした。普通の雑魚キャラかな？どれぐらいの強さかわかんない。ガイじゃん。なんか何回か見たことあるぞ。これモンスターの巣にもこいつらいたよな。んー、まあ、とりあえず、強い攻撃で攻める。で、なぎ払い。いや、この魔法使いがな、あんまり魔法攻撃にも強くないから、できることならパーティーからも左遷したいキャラの一人ではあるよな。なんか魔法がもうちょっと強ければね、800くらいのダメージを与えてくれるんだったら、おお強えってなってこいつ重宝するぜってなるけど、そこまでのいいダメージを与えてくれるわけでもないから、まあ微妙だよな。で、あと1体だけだから、まあ技は使わなくてもいいんじゃないか。たまには弓使うか、こいつも。アメジストのエルダー棒がレベル10ぐらいまで育ってくれればもう文句ないんだけど。また OTL。 まあミスってもその戦闘で武器とかを使ってれば、うん、上がるよね。弓がレベルアップ、こういう風に上がってくれるからありがてえよな。あー、セーブはまあ一応しとくか。もう一回一回がラスボス戦みたいなもんだ。うわー、コアトル。コアトルってことか。いやー、強そうだな。もう今は PP に余裕があるからガンガン使わせてもらうぜ。いや、なんならこいつも魔法使っていいか。ロイだっけ、ルイだっけ、この金髪。ああ、死んじゃった。いや、死ぬだろうなとは思ってたけど、やっぱ案の定弱いからね、仕方ないわ。デタラメはいいね、そこそこダメージ入るわ。ミスらなければもっといいんだけど。ああー、串刺しってそういうことか。一列ダメージなんだ。じゃあ、そう、ちょっと下の方に。で、魔法はどこにでも届くから、とりあえず上のコア取るを焼き払って、まあ、全体的にそこそこのダメージを与えてやればやりやすくなるだろう。あ、オッケーオッケー、いいぞ。あの剣使いも今あれなのかな、なんかちょっとポーズ崩れた感じになってるけど、あれは何、死にそうだっていうのをアピールしてんのか。 HP58 だけど、あれは何、死にそうだポーズなのか。普段の立ち振る舞いとはちょっと見た目が微妙に違う気がするから、
うん、やっぱゼロダメージか。あ、ペイン、痛み。オッケーオッケー、あいつの LP はまだいっぱいあるぞ。うわ、ミスるか。お、なんか覚えた。チャージ。なんか爆発したんだけど。201技術ね。おお、いいね。この部屋は何の部屋なんだ。あ、待って、これ宝石だと思ったら宝石じゃなくて罠だったみたいなやつかな。これ見ようがしに落ちてるじゃん。財宝を見つけた。9万クラウンが帝国のキングのやった。財宝もいっぱいになった。今のはじゃあ別に罠とかじゃなかったってことね。はい、で左側の部屋の探索は終わり。いや、奥に行くの怖えな。のそのそ歩いてるやついるし、一旦宿泊まるか。もう慎重に探索をするんだったらできるだけ慎重にやっておきたい。そんなお年頃で、とりあえず一泊して。いや、普段ならな、ここでコーラとかも飲んで俺も一泊してるんだけど、あいにく持っていないからどうしようもねえな。まあ、次のパート、今日この後はもう一パート撮る予定なんだけど、その時にでもコーラ飲みながら、コーラ片手に実況したいぜ。おわ、軍隊あれ、歩いてやがれ。なるべく関わりたくないよな。あー、でこっち側にも部屋。ここのあれだな、炭鉱みたいなところ、形綺麗だよね。うわ、なんか罠くせえ。この宝石罠、はいはい、やっぱり罠だった。罠で落ちて、うわ、スライミーまみれだな。で、ディノバブルは前に戦ったよね。サベージクラブっていうのが新キャラか。いやー、なんか毒持ってそうな見た目のカニだな。この部屋脱出すんのきつそうだよね。チャージ、まずは全体攻撃だ。全体攻撃である程度ダメージを与えて、で、ファイアーボールで、あー、間違えた、連打しちゃった。本当はあのカニ野郎に焼きガニにしてやりたかったんだけど、やっちまったな。カニそんな強くねえな。てか技を使えば敵自体そんなに強くないよね。あれ、ファイアーボール通ってる。あれ、今までこれファイアーボールゼロじゃなかった、聞かなかったような気がしたんだけど、何、ファイアーボールが強くなったことか。まあ、あとちょっと普通の通常攻撃、たまには通常攻撃して PP の節約。このマップだけであと7体ぐらいこのスライム野郎と戦わなきゃいけないから、敵が1体しかいないときはあんまり派手な攻撃しない方がいいよな。今の何、ダイヤモンドダストって書いてあったか。技名見なかったけど、なんかポップな音が鳴ってたような感じがしたわ。いや、経験値少ねえな。やっぱ5人生きてる状態だと経験値少なくなるのかな。で、火の術もレベルアップして いい感じだぞ。で、あとは残り葬るだけで、うまく脱出したぜ。もう6体ぐらい倒して、なんか十文字切りみたいな技を覚えた。これどっちが正解だ。上に、あ、なんかボスみたいなやついる。いや、ボス倒した方がいいか。もうボスに行こう。ただもう時間がそこそこいい頃合いだと思うから、いや、まあいっか。ここの雑魚キャラだけ倒して、うえー、倒せるかな。なんかすげえ強そうなやつ出てきたんだけど、もう技でガンガン行くしかねえ。いや、 PP 的にそろそろボスを倒したいんだよな。デタラメやでいいか。で、今金髪の名前なんつったっけ、ルイか、ルイの LP が2までなくなったから、とりあえずアメジストを肉壁としてまた前に出してる。まあ、できることならアメジストあたりに集中攻撃が来る分にはいいんだけど、つえー敵えげつえな。これ今来るべき場所じゃないんじゃないのか。大丈夫か、ボスもこんなんだったらもう積んでしまうぜ。お、なんかいいの覚えた。アローレイン、なんかデタラメアの上位互換的な。おお、まあまあ強い。
この技を覚えてしまえばもうボスも楽勝なんじゃないかっていう願望なんだけど、あもう逆にでもあれがあんまりないな。いや PP 全体的に少ねえな。もう雑魚戦は極力しないようにして、いや動き封じられた。雑魚戦は極力しないようにして、多分ボスだと思うんだけど、そのボスを早いとこを葬った方が良さげだな。いや今のそのスライムの部屋ガチで囲まれて脱出できなかったからな。でこいつ倒して138技術点、なかなか美味しい。もう戦いたくない。ということで今回はこの辺でセーブして終えよう。次回に続く。